えこそれでは今回なんですけども、今後のウェルカツ9月までに絶対やるべきことということで、この動画ではウェルシアンのウェルカツが V ポイントからワンポイントに完全移行することで、やっておいてほしいことをまとめました。これからですね、ウェルカツをされる方はもちろん、今後もウェルカツをされる方はぜひ最後までご覧ください。それでは ということで、今回の本題に入る前に、そもそもウェルカツとやなんぞやということで、サクッとおさらいをすると、こちらのウェルシアグループのお店があるんですが、そこで毎月20日にお客様感謝デーというめちゃくちゃお得なキャンペーンがあります。対象となるウェルシアグループはざっとこんな感じとなっておりまして、ウェルシア以外にもハックドラッグですとか、ダックスとかハッピードラッグ、 あと国民とかナルシスとかこういったところがですね対象となります。で、こういったウェルシア薬局など含めたウェルシアグループのお店で20日にですね、V ポイントまたはワンポイントを使って200ポイント以上のお会計をする際に1.5倍に化けます。なのでめちゃくちゃ簡単に言うと200ポイント以上の V ポイントもしくはワンポイントを使うことで300円分の商品を購入することができるということなんですよ。これがまさにそのウェルカツでございます。実際にですね、僕自身もウェルカツよく参加してるんです。 ですけども、例えばこれだけの商品を購入してご覧のように合計が1761円って出てるのがわかるかと思うんですけどもそこで以前の名刺で言うと V ポイントが T ポイントですねこれを使って今回のこの20日の感謝デーであれば特別割引として3587円分が割引されてるということでございますなのでね本当にこのウェルカツはですねめちゃくちゃお得なのでこのために V ポイントまたはワンポイントを貯めてるという方も結構いらっしゃるかと思いますそしてこのウェルカツがですね大きく変わりますよ ということで、過去動画でも何度か紹介はしてるんですが、どんな風に変わるかと言いますと、2024年の5月の1日からですね、ウェルシアグループはワンオンポイント中心のサービスに移行しましたということが発表されております。実際にどういった風に変わるのかっていう、細かいところはですね、一旦省くんですけども、今回はお客様感謝デーについてピックアップをします。こちらに出てるように、 ものができるとですけども、9月以降ですね、9月20日以降の感謝点については、ワオポイントのみになります。なので、これまで V ポイントを使ってお買い物された方は、今のうちにとりあえずワオポイントに準備しておくっていうのが、今回の動画の趣旨でございます。正直、この動画をアップしてるのが、現時点で6月なんで、7月と8月もあるんで、今のうち知っておいて損はないかなと思います。なので、これまでね、V ポイントを使われてた方は、ワオポイントに完全移行しますよ、ということで、 覚えておきましょうちなみにですね、ワオンポイントにつきましては2種類あるんですけども、これがね、またちょっと慣れない方からすればちょっと不便に感じるかもしれないんですけども、ワオンポイント大きく2種類ございます。ワオンポイント、そして電子マネーのワオンポイントですね。この役割なんです。 この上のワンポイントにつきましては、イオンマークのカード払い、200円ごとに1ポイントが貯まったりとか、1ポイントイコール1円から対象店舗で支払いに使えたりできるポイントとなっております。電子マネーワンポイントにつきましては、電子マネーワオンで支払う際に税込みに200円につき、1電子マネーワンポイントが貯まります。1ポイント1円分のワンポイントにポイントチャージして支払いで使えたりもできます。なので、この見分け方については、めちゃくちゃ簡単に言うと、ワンポイントのこのポイントのところがアルファベットになってるか、カタカナになってるか、これで見分けが つきます今回のウェルカツで使うのはこの上の和音ポイントになりますので、まずはここだけ間違えないようにしてください。それではお待たせいたしました。今回の本題ですね。9月以降のウェルカツについて、これから準備することをまとめということで、僕なりに6つにまとめさせていただきました。早速その1つ目がこちら、ウェルシアアプリということなんですけども、まあ、おそらくなんですけども、ウェルシアアプリはもうほとんどウェルカツをされている方は入れてるんじゃないかなと思います。ですが一応リマインドとしてお伝えできればと思うんですが、ウェルシアアプリを インストールするとこういった画面が出てきまして、役割とするとご覧のように w a o ポイントクーポンであったり、あとは w a o ポイントウェタンガッチャとかウェタン毎日くじとか w a o ポイントくじ w a o ポイントスタンプ、チラシ検索などあります。他にもこの真ん中下のお知らせっていうところをタップすると、ちょっとしたお得なキャンペーンとかそういったものが表示されたり、まずはウェルカツをする上ではインストールは必須ではないんですけども、インストールしておいた方が便利です。よってことで覚えておいてください。続きまして、2つ目は w a o ポイントに登録ということですね。おそらく既に登録されている方も。 かと思うんですがまだ登録されてない方はひとままず登登録録からしましょう登録自体は結構簡単なんですけども、ウルシアアプリを開くと、一番上にですね、ワンポイントカードを未登録状態、お買い物前に登録必要っていうのがあるので、ここをタップします。そしたら、こういった画面が出てくるので、もしワンポイントが貯まるカードを持ってる方は、ここからログインをすればいいんですけども、持ってない方がいらっしゃれば、ワンポイントが貯まるカードをお持ちでない方から、というところをタップして、画面を進めます。そしたら、あとはご自身の個人情報ですね、こちらに入力して登録を行えば OK です。で もし、ワオンポイントが溜まるカードを持っている方がいらっしゃれば、ここをタップします。実際にタップすると、こういった画面が出てきまして、こういった風に登録するというのが出てくるので、登録するをタップします。そしたら、ワオンポイントカードを持っている方、または、ワオンカード、モバイルワオンとか、イオン銀行キャッシュカード、または、イオンカード、または、イオンカードのクレジットカードとか、デビットカード、これを持っているかによって、画面の進め方が変わるんですけども、僕自身は、イオンカード、クレジットカードを持っているのタップして、次にカード記載の16桁の番号をここに入力をします。 は有効期限とか生年月日を入力して登録をするをタップ。そしたら、無事に登録することができまして、そのままオンカードを表示するをタップすることで、これはちょっと V ポイントなんですけども、下側にオンポイントの会員コードが表示されるということでございます。なので、これさえできていれば、あとはこのポイントを使ってウェルカツをすることができますので、まずはここまでの準備をしておくということが必要です。まあ、一応ね、オンポイントの会員コードについては、iEon のアプリを使って表示させたりとか、まあ、様々な方法があるんですけども、まあ、このやり方の方が シンプルで分かかりやすすいいなと思います続きまして、3つ目に準備すること。ワオンポイントを貯めるということですね。そもそもウェルカツをする上では、これをしなければ何も始まらないと思います。このワオンポイントの貯め方ってね、ほんといろいろあるんですけども、いくつか紹介します。例えば、1つ目、ポイントカードを提示して貯めると。こちらですね、ワオンポイントの公式ページで、ワオンポイント加盟店ということで、街のお店でどういったところでワオンポイントが貯まるのかということなんですけども、例えば、こちらにお支払い金額に応じてポイントが貯まりますっていうところをチェックして、 探そうタップそしたら、今出てるようなお店であれば、ワンポイントを実店舗で貯めることができます。例えば、イオンのお店はもちろん、マックスバリューとか、ダイエーであったり、あとはマイバスケットとか、イオンタウンとか、イオンモール、ビブレとか、こういったところでね、ワンポイントを貯めることができます。コンビニであればね、ミニストップでも貯めることができますし、ディスカウントストア、ドラッグストアであれば、ウェルシアとかでもね、もちろん貯めることができますよということですので、普段のお買い物でこういったところでお買い物すればね、コツコツポイントを貯めることができます。ちなみに、お店によって 若干そのポイントの貯まり方とか違うんですけども、ドトールコーヒーショップですね。これを例えばクリックしてみましょう。このお店であれば、詳しい情報がいろいろ出てくるんですけども、ポイントの貯まり方として、200円で1ワンオンポイントというのが貯まります。あとは、こちらのイオンであれば、いろいろ溜まり方があるんですけども、ポイントカードを提示して貯める場合は、200円で1ワンオンポイントが貯まるんですけども、支払いで貯めることもできます。なので、200円で2ワンオンポイントが貯まったり、電子までワン,ンで支払って200円で1ワンオンポイントが貯まるということで、お店によっていろんな条件 があるのででこれについてては公式ページををチェックしした上でポイントを貯めてみましょう続きまして、二つ目のため方、クレジットデビットで貯めるということで、これね、先ほどちょっと出てきたと思うんですけども、今出てるような、こういったイオンカードを使って、ワンポイントを貯めたりとか、イオンペを使ってワンポイントを貯めたり、これらで決済することでね、コツコツポイントを貯めることができます。続きまして、三つ目も先ほどちょっと出てきたんですけども、電子マネーワンを使って貯めることができますよ、ということですね。次、四つ目に関しましては、キャンペーンで貯めますよ、ということな なんですけども、こちらのワオンポイントに関しては定期的にキャンペーンが行われております。直近でしたらこのアプリ切り替えキャンペーン、スマートワオンとアイイオンのキャンペーンですね。こういったものが開催されてたりですとか、あとは画面を下がるとメルシアグループとワオンポイントのキャンペーンが行われてたりもします。という感じでこの画面を下がれば定期的にね開催されてるキャンペーンをチェックすることが可能ですので、こういったキャンペーンを活用してワオンポイントを貯めることができます。続きまして5つ目レシートで貯めるということなんですけども、これはここ 最近確か登場したサービスの1つなんですけどもこのレシートレス機能というのがありまして、購入時に会員コードをかざすだけ、アプリから簡単に管理することができますよというサービスになっております。このレシートレス機能がご利用いただける店舗に関しては、先ほど紹介したようなお店が対象となっております。これの使い方に関しては、まずは iEon のアプリをダウンロードします。アプリをインストールしたら、レシートレスっていうメニューがありますので、ここをタップ。そこから規約に同意して、初回登録は完了する。そしたら、購入時に会員コードをスキャンしていただくと、電子レシートが発 されますと、d ードレスアイコンをタップいただくと、いつでもお買い物履歴と電子レシートを確認していただけますよ、ということで、このようなサービスがある中で、現在それのキャンペーン中ということなんですけども、期間中に対象店舗で電子レシート発 ごとに3ワ和ン,ンポイントがもらえますこのキャンペーン自体はちょっと8月31日までになっておりまして一応上限は100ワ和ン,ンポイントまでということになっておりますのでこちらに関しては興味がある方はですねぜひ参加してみてはいかがでしょうかそして6つ目の貯め方はですねこれ後ほどもちょっと紹介するんですけどもポイント交換で貯めることができますよということなんですがこれ有名な話なんですけどもこの和音ポイントは V ポイントと投下交換をすることができるのでおそらくこの動画を見ていただいている視聴者さんの多くは V ポイントを結構貯め その V ポイントをこのワンポイントに交換すればいいので なのでわざわざワンオンポイントを重点的に貯めるよりかは、この V ポイントを重点的に貯めて、そこからこんな風にワンオンポイントと投下交換して、そこからウェレシアで使うという感じなのが、比較的使いやすいかなという風に個人的には思っております。続きまして4番目、ワンオンポイントをまとめるということなんですけども、これどういったことかと言いますと、これいろんなパターンがあるので、ご自身が当てはまる部分について知っていただければと思うんですが、公式ページにですね、ご覧のように、新しいカードにこれまで貯めたポイントをまとめ とかお店でのカード提示で貯めたポイントをネットスーパーで使いたいとかイオンカードに貯めたポイントとネットショッピングで貯めたポイントをまとめて使いたいとかいろいろあるんですけども当期以外のおまとめ方法について知りたいというところですねこれをタップしますそしたらワンオンポイントのよくある質問のところでポイントのまとめ方がわからないっていうところが出てくるんですよで ここからご自身の該当してる部分をチェックしてもらう必要があるんですが結構多いパターンこれなんじゃないかなと思うんですよ。複数のカードとカードそれぞれの利用で貯まったポイントのおまとめ方法を確認したいということですね。これ実際にチェックするとおそらく該当される方いらっしゃるんじゃないかと思うんですよ。ポイントをおまとめされたいお持ちのカードの組み合わせは以下のどれでしょうかということでイオンカードとワオンポイントカードなのかとかイオンカードと電子マネーワンオンなのかとかイオンカードと別のイオンカードなのかとかワオンカードと別のワンオンポイント カカーーーードドななののかとかとそしててポインントカードと電子マネっいいうろんなパターンがありますで、結構ね、僕の動画であれば、ポイントサイト紹介して、そこからイオンカードを何枚も発行してるっていう方は、おそらく結構いらっしゃるんじゃないかなと思うんですよ。ちなみに僕もその一人なんですけども、この場合の回答なんですが、ご覧のように出てきます。イオンカードと別のイオンカード間のポイント合算については、複数のイオンカード間のポイントおまとめサービスをご利用いただけませんということなんですよ。ですけども、一応スマートワンオンウェブサイトの家族でシェアサービスについて、家族 接設定をいただくと AB 各カードのポイントの移動ができますのでご活用くださいということでこれですねちょっと僕自身やってみたんですけども正直めっちゃくちゃ面倒くさいです一応これでまとめることはできるっぽいんですけども個人的にあまりお勧めはしないですねでもしこの場合どうすればいいのかっていう風に僕ちょっと考えてみたんですけどもおそらくこれであればできるんじゃないかなということで例えば僕みたいにイオンカード1一体型とかイオンカードセレクト複数のイオンカードを持っててワンポイントがバラバラになってるとちなみに僕の場合は 一つに1100ワンオンポイントがあって、一つに11000ワンオンポイントがありました。で、このワンオンポイントを、とりあえず V ポイントに交換しました。なので、現時点で今ワンオンポイントの残高はゼロなんですけども、で、この V ポイントに入れて、ここから、あとは7月と8月のところでウェルカツで使うっていうことも OK だと思うんですけども、ここからワンオンポイントにしたい場合は、まとめた後にもう一回ワンオンポイントに交換するということなんですよね。ちょっとですね、これについてはまだ試してないんですよ。っていうのも、僕ちょっとポイント交換上限 に到達しちゃったんで交換できてないんですけどもおそらくできるんじゃないかなと思うんですよちょっとできなかったら大変申し訳ないんですけどもちょっといろいろ検証しててポイント交換上限に到達しちゃったんでもしこれができたっていう方がいらっしゃればぜひコメントとかで教えてくださいたくさんのイオンカードあってとりあえず全部 V ポイントに入れてそっから全部また和音ポイントにできましたよみたいなコメントいただけるとめちゃくちゃ助かりますなので複数のイオンカードを持ってる方とかいらっしゃれば一応準備として和音ポイントをまとめるのがいいかなと思いますもちろんね別々管理 するのが分かりやすいという方はそれでいいと思うんですけどももうバラバラだったらねポイントの有効期限が切れてもったいないことになっちゃう可能性もあるので有効期限を切らさないっていうことを 含めて、ワンオンポイントを今のうちにまとめておくっていうのもいいかなと思います。次、5つ目に関しては V ポイントからワンオンポイントへの交換ということですね。まあ、これについては先ほどね、ちょっと紹介しちゃったんで、省くんですけども、実際に V ポイントからワンオンポイントに交換するやり方に関してはめちゃくちゃ簡単なんですけども、こちらモバイル V ポイントアプリの方なんですが、この画面のすべて見るをタップします。 その中に和音ポイントというのがあるので、ここをタップします。そしたら和音ポイントを交換する画面が出てくるんですけども、メニュー2つ出てきまして、V ポイントを和音ポイントに交換するというところがありますので、ここから画面を進めます。で、もし行う際にはちょっとした注意点があるんですけども、V ポイント1ポイントを和音ポイント1ポイントとして交換することができまして、交換上限は1ヶ月3万ポイントまでとなっております。まあおそらくそんなに交換して使うということはないとは思うんですけども、 毎月ウェルシアで。 3万ポイント以上使うっていう方とかいらっしゃればもう今のうちにとりあえず V ポイントからワンポイントにコツコツ交換しておくっていうのがいいかなと思います。なので今であれば6月なんで6月分の3万ポイントそして7月分と8月分で3万ポイントずつ交換して9月以降に準備しておくという流れになりますね。ちなみに交換する際には iEon のログイン ID が必要となるので iEon の登録がまだされてない方は iEon の登録をしましょう。で、このまま交換手続きはこちらをタップすると。 こんな風にご自身の V 会員番号そして、文字認証をを入力ししてて画面そそのままま進めますそしてどれぐらいポイント交換しますかということで、例えば1万ポイント交換するのであれば1万という風に入力をして交換するをタップ。これで無事に V ポイントから1オンポイントに即時に交換ができましたよということですね。やり方としたらめちゃくちゃ簡単です。ちなみに、この V ポイントに関しましては、過去こちらの動画でおすすめのため方をですね、まとめておりますので、まだこの動画見られてない方は概要欄のリンクをタップしていただく 右上のバーをタップしていただければ動画に飛ぶことができますのでぜひね興味がある方はチェックしてみてくださいっていうのが5つ目そして最後6つ目はポイントサイトから交換するということなんですが僕が知る限り貯めたポイントをアルファベットのこの和音ポイントに交換するポイントサイトって今のところないんじゃないかなと思うんですよなのでこの場合は先ほど紹介したこの技を使いますなのでポイントサイトでとりあえずポイントを貯めてそこから V ポイントに交換するそこから和音ポイントに交換して売れかせて で使うううってていうのが一番適してるかなと思うんですけども僕がよく動画で紹介してるのはポイントサイトハピタスっていうところがおすすめなんですけどもこのポイントサイトハピタス内で案件を行しますクレジットカード作成したりとか銀行口座証券口座を開設したり FX とかクラウドファンディングの案件やったりとかアプリインストールしたりとかネットショッピングするときに経由するとかそういった感じで毎日コツコツねこのポイントサイトでポイント貯めておくとそしたらハピタスであれば500ポイントから10日交換で V ポイントに交換することができます即日から3営業日ぐらいで交換することができて交換 するについてはランクによってね無料にすることができます無料にするやり方については右上のバーをタップしていただければランク制度について解説をしておりますので気になる方はこちらのバーをタップして動画をチェックしてくださいそこからハピタスポイントから V ポイントに交換するその後は先ほどお伝えした通りですね V ポイントに交換したらワンポイントになるでこれが1000ポイントの場合で表しているので例えば20日のお客様感謝デーで使ったら1000ポイントが1.5倍になるんで1500円分の価値としてこのポイントが使えるということでございますちなみにこのハピタス以外のポイント サイトを使っている方の場合に関してはおそらくほとんどのポイントサイトがドットマーネーに交換することができるので ドットマネーから V ポイントに交換する。で、そのドットマネーから V ポイントに交換して、その後にワンポイントに交換して、ウェルカツで使うということであれば、まあ、ある程度のポイントサイトは使えるんじゃないかなと思いますんで、一旦ご自身が使ってるポイントサイトが何のポイントに交換できるのか、それをね、今一度確認するのがいいかなと思います。ちなみに僕、ポイントサイトハピタスの認定ユーザーという風になっておりまして、僕の登録リンクから登録していただいて、条件を満たしたら、最大2100円分のハピタスポイントを獲得することができます。この細かい条件に関しては、 その登録リンクの一番下まで画面を下がっていただくとこういった風に細かい条件なの出てきますのでまだハピタスを登録されてない方は概要欄のリンクをチェックしてくださいというような感じでざっくり6つでございましたそんなこんなで今回は今後のウェルカツ9月まで絶対やるべきことについてお伝えさせていただきましたまだまだね9月まで期間はあるとは思うんですけども正直今のうちに準備しておいて損はないかなと思いますんで今のうちにね登録できることは先にやっておきましょう後々になってうわそういえば明日はウェルカツじゃんとかその時 登録するぜひですね、今回の動画の感想とか、何か思ったことがあればコメント欄に書いていってください。他にもこれは準備しておくべきですよとか、このアプリはインストールしておくべきですよとか、先ほどお伝えしたバーンポイントのまとめ方は僕は私はこんな風に活用してみますみたいなアドバイスのコメントがあればね、遠慮なく書いていただけるとめちゃくちゃ助かります。で、動画内でお伝えさせていただいた ポイイントサイトサハピタスの登録リンクについても概要欄に貼っておきますので、また詳細気になる方いらっしゃればチェックしていただければなと思います。ということで本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。